羽が抜けて飛べなくなったと聞いたけど。元気に見える？そうだね、ちょっと大変そうだね。あの人がティサリアさん？そうだよ、話があるんだって。まあね。その前に診察してもいいかな？まずは羽を見せてね。他のハーピーと比べ地味な色合いだけど、体に対しては大きめ、飛翔能力は高そうだな。異常なし。もう少し奥まで触るね。痛かった？これくらい平気。少し羽を引っ張っても大丈夫。勝手にすれば。頭も触っていいかな？かさばゆい。少し我慢して。では最後に。熱を測らせてもらいたくて。先に言え先生。もう一度いいかな？なぜ水銀の体温計はお使いにならないの？壊れやすいし精度が低いんです。こうして測るのが一番確実で。ごめん、動かないで。正しい検温ができなくなるから。冷た。僕の手は冷たく感じるよね。ハーピーは体温が高めだから。37度8分、体温にも問題なし。先生、思春期の女の子には気を使いなさいとあれほど。うわ、お医者様。大丈夫ですよ。乱暴ですわね、蛇娘は。馬女に言われたくありません。二人とも患者さんの前だよ。先生、私何の病気なの？イリ、君は病気ではないね。これは肝右だよ。は？